はい、皆さんお疲れ様です。11月1日月曜日になっちゃいました。はい11月になりましたね。でもね、今日ね、そんなに朝寒くなかったです。冷え込みもそこまでなくね。はい、でもうちね、1階に降りたらね、冷房がついてました。暖房いつもタイマーかけとんですけど、朝5時に。昨日日中ね、ちょっと冷房つけたんですよ。息子とキャッチボールして帰ってきてちょっと暑かったんで、25度で冷房つけとったんですね。で、そのままその冷房の設定のまんまタイマーが発動してしまって、おかしくないですか。でもね、いつも暖房で毎日予約っていうのをしとるんですけど、直前の履歴のエアコンのまんまね、あのタイマーがスタートして、めちゃくちゃ寒かったです朝だから冷房が効いてました。朝起きたらね、もう起きてリビング降りたら、もう小豆がね震えてました。はい、飼ってるねパグの小豆が震えてましたけどもね、慌てて暖房に入れ直したんですけど、はい、ちょっとね、今から、今何時、今7時いい時間になったかな。はい、7時24分です。はい、これからね、積み置きの廃材を土場の方へ下ろしに上がってきます。もう土場の下なんでね。はい、じゃあとりあえずちょっとね、廃材下ろしてきます。はい、誰も譲ってくれんのだね。譲ってあげようよ。どうぞどうぞ、もう行ってください行ってください。どうぞ、どうせ前詰まったんではい、3台入れました3台入れて差し上げましたはい、ね、どうせね、前あの渋滞で詰まってるんで、今中山中町のあたり走ってるんですけど、団地から出てこられる車をね、3台ほど、お譲りしましたね。うん、まあ、どうせこうね、詰めても結局はここで詰まるんで、僕ら、はい、こっち車線は渋滞なんでね。うん、でね、ここ結構この時間帯、通勤時間帯いつも混むんですけど、左側はね、原付とか、まあそれ以上の、まあ、250とかのバイクもね、ピュンピュンこの左側をね抜けていきます。うん、でたまにもう生かすもんかいっつってね、左側へねギリギリに寄して走ってる、じわじわ走ってる車もいるんですけど、もうね、そういうバイクはね、もう生かした方がいいですもん。はい、絶対に下手にね、じわ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 なんかね、小競り合いするよりはね、もうあらかじめね、右の方へ寄っといて、んで左側ちょっとスペース空けといてからね、もうバイクをね流した方が絶対にいいです。もう意地でもねバイク通ろうとしますんで、そういうねバイクの運転手さん結構いますんでね、はい、もうそういうバイクの運転手さんはもうどんどんもう流した方が事故がね減ると思うんで、うん、ね、二輪車絡みの事故ってすごい多いんで、この通勤ラッシュの時とかね、はい、だから僕はだいたいそういう風に心がけてますね。うん、はい、じゃあ今ね、熊野町の方にコンテナ設置に向かってます。朝一はコンテナ設置です。はい、ここはね高速2号線走ってますけど、昨日日曜日の夜に出した動画で、ガソリンスタンドにお勤めの方からちょっとコメントをいただきまして、でそのコメントが返信しようと思ってね、タップしたら例の表示できませんって、コメントが見つかりませんってなるやつで、多分 Google さんから弾かれたやつかなだと思うんですけど、冒頭ね1行ぐらい読めたんですよ。でその内容が確かに、ガソリンスタンドに、勤めているものです。で軽油といえども給油中にスマホをなんか片手でみたいなとこまで、あんな感じで書かれてたのを読んだんですよ。で返信しようと思ったらね、先ほども言ったように表示されません、表示できません、コメントが見つかりませんになって、ちょっと返信ができなかったんですけど、僕がね給油してるところをスマホで撮ってたんですよ、片手でね。でおそらくそれが危ないよという指摘のコメントだったと思うんですよ。うん、で、それはいけんかったなと思ってね。で、まあコメントちょっと返せなかったんで、ここでちょっとこうやってね、お詫びさせてもらってるんですけど、ね、ちょっと軽率な行動でした。すいません。はい。で、注意してね、いただいてありがとうございます。はい。
まあ、皆さんもあのスマホを、まあ、撮影しながらね聞く方はそんなにいないと思いますけど、一般の方であの携帯電話しながらとかメールとかしながらね、 LINE とかしながらあの給油しないようにね気をつけてください。あ、やっぱ爆発するんかな、なんかその電磁波的なあれよくわからないんですけど、とにかくあのスマホでね片手でスマホ持って給油するのは危ないですよという、おそらくそういう指摘の内容だったと思いますので、はい、気をつけていきたいと思います。今後のね動画作りでね、動画作りの参考にさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました、ね、本当、まあ、僕はまだねそんなにいませんけど、アンチの方とかのコメントでね、やっぱりいろんなところをねつっついてくる方がいますけどもね、こうやってやっぱりちゃんと指摘してもらえるね、もらえるコメントにはちゃんとねあの返信もしたいと思いますしね、はい、気をつけていきたいと思います。はい、よし、久しぶりのなんか海田大橋の撮影ですね。いや気持ちがいいですね、本当朝の海田大橋は ね天気もいいし、今週は2日行けば休みじゃないですか。今日明日行けば大体の方は休みでしょう、ね、祝日3日、はい、だからまあ余計にでもね、余計にでもちょっとテンション上がりますけどね。昨日息子とねキャッチボールしたんですけど、まあこれからだいぶまた日中が涼しくなるんでやりやすい季節ですよね。でまあ公園行ってからやったんですけど、まあ、息子はね野球が好きで、で野球本当は習わせてあげたいんですけど、僕が土曜日仕事でちょっと連れていけないんでね、なかなかそういうクラブチームとかに入れてやることができないんですよね。だから今あのお姉ちゃんと一緒にバレエを習ってるんですけど、小学校の体育館であるんですけど、まあバレエやってるんですけどね、うん、本当は野球がやりたい息子なんですけど、うん、小学2年生でまあね、野球やらせてやれないんで今、だからこうやって休みの日にね、まあちょっとではありますけど 2,3 時間ですけどね一緒に野球を楽しんでるんですね、うん、でやっぱりね成長してるのがすごくわかりますね。やっぱバレーやってると、まあ野球につながる動作とかたくさんありますしね、この上からねオーバーでサーブ打つ時とかもそうですし、でたまに練習見に行くんですけど、こうボールをねバレーボールをコートの端からあの反対側のコートに向けて投げる練習があるんですよ、オーバーでね。それも結局は野球の動作につながってますし、だから肩もやっぱりね強くなってるんだなと思ってね、うん、だいぶねほんといい球投げるようになってきました。まあ親バカですけど、うん、いや2年生にしてはこいつかなりやるなと思って、ね、まあ親バカですけど本当にまあね子供にはついつい期待をしてしまいますよね、親ってね。うん、ね、将来野球の選手になってなんか契約金ねちょこっとまあ2割でいいけくれんかなと思ってね、ドラ1、大卒社会人でドラ1だったら今契約金1億円でしょう、1億円、で2割2000万ね、2000万もらえたらまあ、家のローンがねもう終わるとね、そういう考えを今抱いておりますけどねえ、まあ誰しも本当親ってね子供に期待するわけでね、でもその期待する分ねたくさんの愛情をしっかり注いでやらないとね、本当そう思ってますけど、うん、まあ冗談ですけどねお金もらうっていうのはね、うん、ね、まあね、プロ野球選手なんてそんなも簡単になれるもんでもないし、うん、でもスポーツ頑張っとったらね、あのやっぱり気持ちも強くなるだろうし精神的に強くなるだろうし、うん、で礼儀もできるしね身につくし、そう思ってね今お姉ちゃんと一緒にバレエ習わしてるんですけど、うん、それがね、まあ、いい方向に向いてってくれるといいんですけどね、はい、はい、じゃあ9時18分、コンテナ設置完了しました。ここはね熊野町萩原っていうところです。はい、じゃあこの熊野のねこれ旧道っていうのかな、まあよく通るんですけど動画にもよく出すんですけど、はい、ここから帰りましょうと思うんですけど、結構両サイドから車来ますね。うん、
狭いんですけどね、割と交通量がここは多いですね。はい、じゃあこの左からくるくるのが行ったら行きましょう。はい、右よし、左よし。ね、絶対出会い頭とかよくやるんでね、あの路地から出るときはしっかりミラーとあとしっかり目視で左右の確認をして出ましょう。ここ20キロ規制、はい、まあ、コンテナね、今から空コンテナ付けに倉庫に土場に帰ります、はい、引き上げの現場なかったんでね、はい、これここで待っとった方が良さそうね。離合注意ってね書いてありますね。こういうね、軒とかにね気をつけないといけませんもんね。2トンといえど箱車だったらね高さがあるんで、ね、こういう狭いとこ走るときね、店先のテントとか住宅の軒とかねしっかり気をつけながら走らんといけんでしょうね。僕らはねそこまで高さがないんであれなんですけど、それでもやっぱりね、あの江田島とか行くとかね、あのめちゃくちゃ狭い路地入るときがあるんですよ。まあ、江田島にしても呉にしても何にしてもそうなんですけど、ああいう時はやっぱね、こう路地に入る時左側のね軒とかねすごい気をつけないとね当てそうになる時あります。この 2トン車でもね、2トンアームロールでもぶつけそうになる時あります。だからああいう路地の狭い路地の現場入る時は、あの出る時のことを考えてねしっかり運転しないといけません。この高さまで積んだら当たってしまうなとかね、このルートからは帰りは出れんなとか、そういうことを考えながら運転しないといけませんね。はい、ここは熊野町中溝、はい、で車すごい来るでしょ。ここ結構狭いんだけどね、狭いけども、なんか情緒がありますよね、この通りは、うん、割と古めな建物が多いですよ。これ軒先がね、すごい、これ家かな、一般住宅かな、できますからね、なんかがパーッといかんよ。はい、じゃあ今日も一日ねこの調子で安全運転で頑張っていきたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。さようなら。